But もあの owl symbolize God here. だからね、やっぱり小さい時から育ったっていうからね。 お風呂も入れるし昔なんか本当に哀れなもんだって入りたくてっていう風呂も入れないし。やめおいで。ここではちゃんと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 してよ。せ。ちゃんと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 して。じゃあそっちって食べるよ。 おじいさんとか孫おばあさんはまたぎたり熊取るとかね鹿取るとかに山行って取ってこないと食べれないから。 うさぎ罠を作るわけ。針金、細い針金で罠を作って歩いたら、いやここもこうだったな、 あそこもこうだったなとかっていろいろやっぱり考えるよね。今は本当に幸せだと思いますよ。アイヌって言ってもね。 うさぎ、それに罠にかかって首絞められて、たらそれを取ってきて皮むいてみんなで、もう自分一人だけでなく、もう何年間の家があるから愛の人でもね、それを分け合って食べるの。 うちの母親とかおばさんがね、昔歌ったり 踊ったりした人だから、それを見て覚えたってこと、やっぱりここでブラックで住むってことはそういうことも覚えないと住んでいけないからね。だから踊り、まず踊りを習うってこと、おばさんとか。
踊ってた人がたの人がた、うん、見て覚えな教えてもらったことないの見て覚えなさい見て覚えなさい苦労した分もあるけどね踊り子でやっぱり良かったなと思いますこう住んでてねアイヌの踊りを踊って歌い手がいないから歌い手に回ってほしいそれで歌に回る最初上がってさ舞台に上がったらさお客さんの顔見たらえ、なんで言うんだったろうってこうやって思ってさだからね、親に怒られた怒られて覚えてまあよかったなと思う。あでもね。昔の踊りは自然だ自然だって言われても今こういうの変わってからね良かったですよって言ってくれるばあさんにそう言ってくれるってことはありがたいことだで今はね本当もうだんだん年だからいつまでね、使ってもらうかもわからないけどまず声出るうちは頑張って働かしてもらおうと思ってます川菊子と申しますあれよあれよさSa-ra-ye-yo, sa-ra-ye-yo.